どんなの講習会のページのところの、最後の2つちょっとありますけど、一応今日のここの独自サービスの、まあ、もうちょっと売りで、まあ、僕は個人的によく使ってて便利だなと思ってるのを皆さんに紹介しようと思ってて、まあ、いっぱいあるんですけども、とりあえず、まあ、なんだろう、スタイルはあんまし、スタイルっていうか、まあ、大体パターンが似てますんで、まあ、1個覚えれば分かるかなって感じなので、これをやってみたいと思います。独自サービス、目次カタログ系サービスというので、ちょっと見てください。で、基本的に今日、てか今から話すのでのもそうですし、先ほどのアリーにしろ、オレフィルにしろもそうなんですけど、統合データベースのウェブページ、まあ、皆さんの今使っているコンピューターでホームページってやったら出てくるこのライフサイエンス DB のページですね。このページに、この、なんだろう、これ、これに、この、なんか灰色のマークついてますけど、ここをクリックすると、実はそのサービスの、動画が、紹介されるんですけど、その動画っていうのは一応この統合テレビとか統合 TV って呼んでるサービスです。ここで直接こう、サービスがありますね。先ほどのアリーの動画も帰って何やったっけとか忘れると思うんですけれども、ここに行けば、ここをクリックすると直接そのアリーの動画のウェブページに飛びます。あとはこの動画を、この動画のこの写真をクリックすれば、あとこうやって動画が始まりますんで、あとはもう見るだけだっていうふうになってます。まあ、そういうシステムで見ていただければ、今から説明するのは実はこの辺に、この辺じゃないかな、どこだったカタログ、ここですね、カタログとか、目次ってこの辺にあるんですけど、この辺のやつは大体ついてますんで、こういうの。僕が多分説明しきれない点があると思いますんで、そこはこういうので見てください。でそれでも分からなかったらやっぱりこの、一番下に、あるお問い合わせのところに、だいたいそういうのは多分、分からない場合は技術的なやつなんでサポートもメールしていただければと思います。私も見てますので、こっちへのこっちへのあんまし動かないでですね、本題に戻りますね。まあ、それを書いたのはこの行で、で、じゃあ、カタログのサービスとかを紹介させていただくんですけど、なんか実際に作った方があそこら辺にいるんで、その人らに紹介してもらおうかな。で、いや、なんかいる中でこう話すのはちょっと心苦しいんですが、一応これも統合テレビで、先ほど、実は見てたのがそれだったんですけども、紹介してます。で、これ、テレビにでやってるもの、全てのテレビは作ったら、まあ、全部あれ動画で音が入ってないんですけれども、実は YouTube に全部アップしています。実は YouTube だけじゃなくてニコニコ動画にもアップしてあります。それを探してきて統合テレビっていう検索ワードをこれでニコニコ動画にしても YouTube も検索されると出てきますが、まあ、そういうのからまあ見ていただくということもできますが、まあ、ここのページから、統合センターのページから見るのが一番、まあ、画質がいいはずなので、こちらからまあ見てくれれば嬉しいです。で、じゃあこのデータベースのカタログは何かっていうのなんですけれども、まさに、データベースのカタログです。データベースのデータベースです。で、これはもう実はその大久保先生たちが集められたそのデータに基づいて、それが、まあ、使えるようになっていると。で、ここをクリックしていただければ、まあ、僕はこれいきなりクリックするとこのウィンドウがなくなるので、コントロールを押しながらクリックして新規のウィンドウを開くっていうので開きますけれども、あとの説明のためです。で、こんな風になります。で、これがここですね、データベース型にアクセスしなさいというのはこれです。ここまでで何か問題ある人出ました？データベース型で、ここから今からちょっといろいろやってみましょう。で、データベースのカタログもこれ一番最初は、皆さんどうなってるかちょっとわからないんですが、多分デフォルトの画面になってる、僕は前にこう検索した画面になっちゃってるんですけれども、このデータベースがこう、まあ、分類されてるんですね。 DB 型とか対象とかいろんな、あと生物種とかでいろんなカテゴリー、
あと機関、どこの機関を作ってるかとか、そういうふうな観点で分類されてるんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、眺めていけばいいんですが、まあ、自分興味あるのはある人はそれやっていただきたいんですけど、とりあえずなあの、演習としてはこの DB 型のこうプロジェクトっていうカテゴリーをみんなで一斉にクリックしたいと思います。これプロジェクトです。上から4番目ですね。あれ、そうするとこんな風にローディングってなってこうガーッと出てきます。いきますよ。耐久テストも兼ねてます。こんな風に、出てきます。いっぱいこうプロジェクト135個のデータベースがあって、これいくつ画像全部ダウンロードしてて、ね、20人ぐらいいますから、まあ、3000個ぐらいの画像が今一気にダウンされたわけです。でそれでですね、まあ、普通こうやってデータベースをサムネイルでこう見ていけば、まあ、それはそれで楽しいんですけれども、まあ、それだけじゃ まあ、あまり面白くないということで、実はここの、表示形式とあと表示順というところを変えれます。でサムネイルでやってるとこういう今 の, あのなんですかウェブページのスナップショットのちっちゃいのが、まあ、サムネイルって言うんですけど、それ以外にもこのリストとか詳細リストっていうのが選べます。それをまあ選んでみてください。リストってやるとリストが出ます、こういうふうに。で詳細リストってやるとさらに、詳細なリストが出るんですけど、何が詳細かというと、あ、コメントがあったら出るという詳細リストです。ただコメントあんまりないです。このデータベース使ってて俺はよう知ってる人っていう人はどんどん書いてください。でそれは、このデータベースですね、このアラビドクシス専門家何人かいますけれども、コメントがありません。でコメントをできればここに書いてほしいわけですね。ここにコメントを追加っていうのをここクリックしてやるとここに出てきます。で僕実はこれ OpenID で今これログインしちゃってるからOpenID が出てるんですけど、 OpenID で入るとこれのコメントの追加と削除ができるようになります。皆さん多分書いたやつが恥ずかしいからって消したりとかいうことがあると思いますので、できれば OpenID 取っていただいて、あの追加と削除でやっていただければいいと思います。OpenID 使わなくてもこのコメントを残すことはできます。ただ消すことができません。でちょっとあのそこが難しいんで、できれば OpenID を取っていただいて、こういうふうにコメントをどんどん書いていっていただけたらなと思います。まあそれがあのデータベースのカタログのあれです。まあでここまでちょっと半分で、実はそのコメントあるのをこのカテゴリーでコメントがあるものを見たいとかいうことがあると思います。その場合はここの表示順っていうのでコメントの新しい順とかいうふうにやつを選んでください。そうするとソートされてコメントがあるものが上に出ます。僕はコメントは URL を更新しましたっていうコメントが入ってるんですよ。こういうふうにあのなってますので、コメントがあるものが上に来て、どういうデータベースにコメントがあるのかなっていうのを、まあ、見ていただければいいと思います。まあ、もちろんあのいろんなこう形式をいろいろいじっていただいても、このコメントがある順で、出てきたりしますし、それ以外のいろんなデータベースも見ていただければと思います。でここでもう一つこのカタログのいい点っていうのはですね、もちろんここの今出てきたんですけれども、この休止中っていうのがあります。この休止中って何かっていうと、あれこうクリックするとこのデータベースが出てくるんですけれども、この今外の外部のこのリンクですね、このカタログのこの行った先があの休止してここの画面になってますよっていうのが今の、サムネイルデータですね。ですね、そういうことがあの一目で分かると。だから常にこう、データベースのその行き死にって我々呼んでますが、データベースの行き死にがこうやって測られてます。で先ほどの実はオレフィルもそうなんですけれども、この行き死にを、ちゃんとやってくれてて、死んでるデータベースは死んでますっていうので除外するんですね。除外、デフォルト除外してくれてます。こちらの場合は休止中って書いてくれてます。で俺このデータベース知ってんだけど引っ越したのよ、知ってるよっていうのがあったら、そういうのをコメントでどんどん書いてほしいですね。そうしていただけると我々の方でフィードバックしてこっちを書いたり、あのそういうのをものすごく頻繁にやっていただけるんでしたら、あのうちに来ていただくのにあのできると思いますので、そういう形でぜひあの我々にもあの私がなんかこう俺は知ってるぜってこう一方的にこういうふうになんか押し付けるんじゃなくて、あの返していただきたいと思います。それが、まあ、このデータベースのカタログで、まあ、あのいろいろ、休止中っていうデータベースを見つけなさいとかいうちょっと意地悪なあのやつがあったりとか、それはなんであの休止中になってるかとかいうのが実はそのデータベース維持する上での、割と問題点で、
こういう休止中になっているところがどういう期間が多いかっていうのをよく見てみると分かるんですけど、僕が一番の理由だと思うのは研究者の移動です。私自身も前埼玉医科大学から移動してきたんですけれども、研究者が移動すると大学の中のこういうサイトでこういうデータベース維持している場合は、大体の場合データベース死にます。死んでしまうというか、維持されなくなるというか、その URL 使われなくなって、最悪の場合はそのままほったらかされて、永久に消えると、そういうことが、あるので、これは、応用課題として、考えていただければと思いまして、こういうふうになっています。それは、カタログで、もうちょっとちゃんとした説明が欲しかったらこちらを統合テレビ見てください。で、次お願いします。すいません、ありがとうございます。で、これと全く同じようなインターフェースでですね、この学教外教科、学教外検査があります。一回こうホームに戻っていただいて、この2番目ですね、生命科学学教外カタログ、これをクリックしていただきます。そうするとこれもやっぱりこんな風に同じようなインターフェースで、学教外とかがこう見れます。これも分野で見たりとか、いろいろできるんですけれども、これは見るだけで、私最後にガンっていうのをこう検索したもんだから覚えてくれてですね、これ偉いんですけど、ガンっていうのでこういうの出てくれてます。もちろんひらがなのガンってやったらちょっと違う結果が出るようなんですけれども、それは今後の開発に期待したいということでよろしくお願いします。ごめん、今後の開発にぜひ期待したいと思います。それはこれで、この、これは非常に簡単なんで、これも同じようにサムネイルか、詳細リスト表示とかいうのがありますので、この学会サムサイトとかそういうことはあんまり書かないです。それで次いきたいと思います。チャキチャキいきましょう。で、次は、ゲノムポストゲノム主要プロジェクト一覧っていうのがあります。それは一回ホームにまた戻っていただいて、この3番目ですね、ここですね、ここにあります、このポータルこれですね。これをクリックすると何が出るかというと、面白いテーブルが出てまいります。こういうでっかいプロジェクト、大きい、予算をもらっているプロジェクトに関して調べていただいたら、あそこにいらっしゃいますけど、2つのうちの安塚さんという方がまとめてくれたんですけれども、あそこの方々が集めてくれたこういうテーブルがこう見えます。で、例えば先ほど来出てきてないかな、出てきてるんですか、その理研の家系のプロジェクトとか、こうゲノムネットワークプロジェクトとか、そういう大きいどっかで聞いたことあるプロジェクトがあると思うんですけど、こういうのが一覧できる。で、それがどれぐらいデータ、そこのデータベースがどれでダウンロードがどこに行ったらできるかとか、そういうのが、一応まとめられているんですけれども、ここをクリックするともうちょっと詳細な、なんぼいかお金使ったかとかいう話まで出てきて、できます。で、その後2つが、これが目次系のサービスで僕が書いてたやつで、その DDBJ をはじめとしたDNA のデータバンクですね、と、あとこのゲオという遺伝子の発現データベースのそのそれぞれ目次のサービスなんですけども、この目次のそのまとめ方というのはその大久保さんがまとめられたやつで、なかなか便利なんですけどちょっとマニアックなんで、これに関しては全部その統合テレビがあるんで、私の下手な説明を聞くよりはこれを見てた方が多分いいと思うんですが、ちょっと下手な説明をしてみますと、これですね、ここをクリックします。横断検索、あ、じゃない、間違えた、ごめんなさい、 DNA データベース総覧と検索を検索します、クリックします。そうするとこんな風に、出てきます、全てで、ここの実習に基づいてちょっとやってみたいと思いますが、これ何かというと、もうさっきから言ってその DNA のデータベースを見るんやでっていう話なんですけど、そんなんやったら DDBJ 見に行ったらいいじゃないですかっていう風に言われると思うんですが、DBS は全バンクで見れるのはそれぞれの1個のアクセッション単位っていうことでして、それはもう20年ぐらい前に1個の DNA の塩基配列決めるのがすごい大変な仕事だった時代の名残で、1個のアクセッション番号が単位だったんですけど、今そんな1個の配列しか決めへんようなプロジェクトなんてね、卒業研究にもならないので、なので今はこういうふうに研究プロジェクトですね、ここに書いてる研究プロジェクト単位、なんか1回読んだらね、10万とか100万の単位 のシーケンスが決まるっていう時代なんで、その1個ずつにアクセッション番号をつけて、それで全部管理するっていうのはもう非現実的です。
ですので、それをこうプロジェクト単位でこちらを整理してくれてます。そうすることでだいぶ人間が理解しやすいぐらいの数字になってます。それでも多いんですけど、それでもまあセッション番号いいっていう人はまあそういうところで検索されるといいんですが、それはやっぱりちょっと僕は あまりお勧めできないですね。だからこれでまあプロジェクト単位っていうので管理されてるのがすごいミソなんです。でそれはこれでまあ見ればいいんですが、とりあえずまあプロジェクト単位で管理してくれたので、割とこういうふうにこの中にある分類ですね、分類単位に見ていけば面白いと思います。例えば、今これ全部が選ばれてますけれども、例えばじゃあ人だけ見たというときは、この人っていうところ、これタブになってるつもりなんですけど、タブをこうクリックしていただきます。だクリックする前にちょっとこの、まあ何でも自分の興味のあるエントリーをちょっと見といてほしいんですね。ここに書いてあるけど、機能 RNA、RNA ゲノムっていうところ見といてください。全体でこれ2万ぐらいありますよね。で、ここ人っていうのをクリックします。そうすると、人だけが選ばれました、生物種。そうすると減ります。175分。というふうに、まあ、生物種を選ぶとこっち側も当然減るんですけど、それに連動して、しかも下のこの図も変わってます。実は戻りますよ、戻ると分かるんですが、こんなふうになってるんですが、ひとたび人になるとどうなるか、どう変わるかも出てます。全体的にまあ増えてるんですが、人なんか減るんですね。人だけ、人はもうあんま研究してないんでしょうかね。あんまり人でシーケンス決めることはみんなしなくなってきてるというのが、これ見ると一発分かるんですよ。すごいですよね。可視化重要なんです。まあそれで何しよう。でいくつからいくつに変化するか、もう今答え言いましたね。それですね。これが1、実習の1。で実習の2は、人で RNA を選んで得られるリストを、はい、分かりました。で、はい、人を選んだ上でここを見た人は見ておいてください。で、メッセンジャー RNA を選ぶとですね、いよいよ中身の話になります。あ、またすべてごめんなさい、これちょっとクリック弱いですね。で、そうするとですね、こっちを見ると最近、ごく最近、登録されたものになります。で、なんでかというと、ここは登録日順の方が選ばれているからです。ですが、あんまりこの最近 あんまりちょっとしか登録されてへんの、そういうのを見てもあんま面白くないので、ここでサイズ順っていうのに、クリックします。そうするとサイズがでっかいものから順に見えます。よし、これクリックします。サイズ順、そうすると何が起きるかというと、サイズがでっかいものから順に習って、研究プロジェクトでそのサイズがでっかいものから順になります。一番でかいのは何ですかとかいうふうな書いていただいたんですけど、大久保さん あのご尽力によりこの辺の、プロジェクトの名前が翻訳されて日本語になってますね。素晴らしいですね。日本語になってるんですごい分かりやすい。だからそのトップ3にランキングされるプロジェクトは何ですかっていうの、例えばこれはイメージコンソーシアムのやつだとか、ゲートウェイのやつだとか、ね、あとネドでやったやつが2番目だとか、そういうことが、まあ、分かるんですね。でそれをもっと詳しく見たかったら、例えばネドのやつ見たかったら、この詳細っていうのをこうクリックすると、ここで詳細が見えますが、まあ、全部そのファイル欲しかったところの全て圧縮というのをクリックすればダウンロードが急に始まります。し、1個ずつのファイルはどんなんですかというのは、まあ、これ上の 10個だけ出してくれてますけど、そういうのだし、その、やったやつの論文とか出てるんだったら、ここのこういう論文で出たやつによるデータですよというのが、まあ、見えると、はい、そういうところがこれすごい便利なんですよね。まあ、1個ずつこれ配列取りに行くって割と大変なことで、これやるだけで、割とごちゃガチャガチャやってなんかやった気になってる人たちも一部の世界にいるんですけれども、そういう、まあ、のは、まあ、置いといてですね、はい、そういう、まあ、プロジェクトが一個ずつこういうのが見えます。で、まあ、実際に全部やると僕のパソコンパンクするんで、この例っていうのを見ると、まあ、本当形式では皆さんご存知の通り、このタイカップから始まってこういうふうに配列をやって、またタイカップをやってというのがついています。まあ、例だから10個だけしか出ないので、そういうやつです。で、まあ、こういうのはこういうので、まあ、見ていただいたらいいんですけれども、これをもうちょっとまとめた、なんか見る、日本から出たデータでこういうでっかいプロジェクトっていうのを、今回の、我々の6月の、プレスリリースの時にまとめました。それがですね、
統合ホームページのですね、一番上にこのダウンロードってタブがあるんですけれども、このダウンロードっていうタブをクリックした時の下の方、ここですね、このプロジェクトデータダウンロードっていうのが、それになってます。先ほどのネドのやつに関してはここで分割されてありますけれども、ここをクリックすると、そのネドのデータがのさっきのページになります。同じページですね。あ、同じじゃない、ちょっと違うんですよね、まあ、そういうものとか、まあ、それ以外になんか興味深そうな、例えば中央ナズナラの利権が2004年に出したデータっていうんだったら、ここをクリックしていただければ、そこの、データ数が、これぐらいですね、7000件ぐらいあって、全部のアクセッションリストが欲しかったらここをクリックすれば多分出るんでしょう。出ます。それ何やって、それでホスト形式で一括騙してます。そうですね、ここの配列が全部欲しい場合はここをクリックすれば、もう さっきのデータ何かしちゃいますけど出ます。ちょっとやりませんが、そういうので従来からの、DDBJ 形式のが欲しいっていう人はここをクリックすれば出ますけど、例えばどんなやつが DDBJ 形式ですかっていうのを、まあ、知らない方もいるかもしれないので、こんなやつです、ローカスっていうのから始まって、 DDBJ 形式じゃないですよ、これ全版形式、まあ、そういうなんとか形式、フラットファイル形式と呼ばれている、こういうこのフィーチャーってところになんかみんなが大体欲しい情報があるような形式です。こういう数字が入ってるやつですね。はいはい。でまあこれなんですけど、こんなのが、まあ、ツールとしてこうやって使ってくれてるんですけど、これの背景にはやっぱりプロジェクト単位でしかデータを使わないのに、なぜかそのアクセッション番号単位で、この塊がうちのデータです、うちのデータですっていうのがあって、それが100万回こうデータをこう、そのデータベースサイトにこれに行ってデータをこうやるとか、そういうふうなのがなんか日常的になってしまっているような状況があってですね、まあ、そういうのが大変で、一括ダウンロードできるようにできるのに、やってないで使いにくくしてあるっていうふうな、まあ、データベース提供側のちょっと問題があって、まあ、それでこういう応用位置っていうふうなことを書いてるんで、まあ、ちょっと考えてみてください。まあ、これはこれで後で見ていただければそれでいいと思います。それがまあ DDBJ のあれで、ちょっとホームに戻っていただいてですね、でちょっと最後ちょっと駆け足ですけど、まあ、発言遺伝子発言バンクの話をちらっとして終わりだ、ね、ほぼ終わりなんですけど、まあ、てみます。これも、ここに書いてある通りで、遺伝子の発言バンクっていうか、これってそもそもほとんどが多くがマイクロアレイのデータです。マイクロアレイってどれかって言ったら、このジーンチップ、個体リングアレイ、CDNA アレイ、オリゴアレイ、ビーズアレイ、これアレイって書いたの全部マイクロアレイです。で、これ以外も、これサゲジャンってセージと思うんですけど、とか、RT-PCR とか、そういうふうなものもありますけれども、まあ、圧倒的にマイクロアレイのデータが多いんですが、このマイクロアレイのデータのデータベースです。これで NCBI がその作ってる、このジーンエクスプレッションオムニバスというのが、その、一応マイクロアレイのデータを出したら、ここに入れなさいよっていうふう なんか感じのことになってるらしいっていうふうにみんなが思っているやつで、はい、これも先ほどと全く同じようなインターフェースなんで、まあ、分かると思います。で、まあ、先から人ばっかりやってるんで、ちょっと植物をやりたいと思います。植物ってやると植物のものだけ出て、植物だったらこういうビーズアレ使ったのはないなというのが、これ一発で分かるんですね。で、ここで、まあ、植物でこうジーンチップでとかやると、それで絞り込めて、でちょっとここはちょっと残念なんですけども、まあごめんまあいいです。まあちょっといろいろ植物には血とか腎臓はないんですが、まあここに関してはちょっとまあ戻っていただいて、月種類にしましょう。月種類にすればもうちょっとこの辺がいろんな組織のって取ったサンプルやなってのはこれで分かるんですよ、すぐに。すみません、わざとやったんじゃなくて、ちょっと順番間違えました。で、なんでそれでやり植物やろうとかと思ったってかというと、この国別登録データ分布というのがあって、これ素晴らしいんですよ。これは実はその全ての国がどれぐらい出してその登録してきたかっていうので、日本はなんか全部のデータあったら3位やったんですけど、この植物っていうのをやるとこれで絞り込まれちゃうんですよ。こっちも2位だって。すごいですね、日本いっぱいデータ出してアメリカに寄付っていうか、アメリカのプロパティにしてるんですね。
そういうのが分かったりとか、さらに人チップで絞り込んだらどうかとか、あ、イギリスに負けましたとか、なんかそういうのが分かるんです。日本多分 CD のあれが得意なのかな。あ、違うか。あれタイミングアレーやってる割に出してないね。あれタイミングアレーかな。オリーブアレーかな。同じレントが好きだから、オリーブアレーね、オリーブアレーですね。とか、まあそういうのが分かって、こう Google のこう Google マップインターフェースでこういうのが見れるっていうのがこれの売りで、まあ、それ以外にもこうデータの推移とかももちろん分かります。これも一緒で人だけ見たりとか、ね、ここは実はその、生物種の分布だったから人を今選択したから一色になっちゃったんですけど、下の方のこうどういう実験手法が多かったかっていうのを見ると、なんか人種構成がこう、まあ、一目で分かるわけです、まあ、こういうのが、まあ、ゲオのデータ で、じゃあ実際のデータにアクセスどうやってしたらええねんって言うんですけど、それはもうそれぞれの興味に基づいて、一番最初のこのデータリストっていうところで、自分の興味のある、ものにたどり着いたら、ここのこれですね、GSE っていう、これマイクロアレイ そのデータ編の3つの観点からデータが集められてるんですけど、このデータセットのやつですね、データセットとサンプルとプラットフォームっていうのが、まあ、あるんですけども、それのここをクリックすればもう NCBI の、ギアのサイトに飛びますんで、飛んで出ますんで、あとはこっちでやってみたらどうでしょうかというのがこのツールのいいところです。まあ目次ですから、最近ゲオなんかよくあったんですね。なんででしょうね。なんかあるんですかね。まあ日本のゲオとちょっと違ってて感じですね。まあそういう、まあ、サービスになってます。でまあこれはこれで、これがゴールの順のところがだいたいこれで終わりで、ちょっと3のところがほとんど。できなさそうで終わりそうなんですけれども、まあまあ、まあ今もその話ほとんどしちゃったんで、もうはっきり言って多分どうでもかなりいいんですけど、まあ、もっと DB というのはこの今回皆さん見ていただいた知らないうちに実は使わされているあのサイトで、マスターオブザデータベースっていうデータベースの達人になってほしいという願いを込めてつけた、データのこうウィキのサイトですが、まあ、ウィキっても我々の中のやってる人間が書き込んで作ってる段階ですが、もちろんこういうのにどんどん参加したいっていう方は連絡していただければぜひ参加してください。まあもちろん我々がこうウィキで書いたものの他に、今日午前中お話ししていただいた上原先生なんかがいらっしゃるがん販売予題なんかでも教科書として PDF のファイル全部で足すと160ページ以上になるんですけれども、そういうものも、このモッド DB のサイトから、提供してます。それはどこにあるかというと、やっぱりライフサイエンスの、このセンターの統合のホームページからこのモッド DB というところをクリックしていただいて、これのずっと下にですね、一応このナノハンバイオ大学のアノデータ要請というところで、ここにアノデータ要請というところをクリックしていただくと、この去年ですけど、上原先生たちが作られたテキストが、これももう全部 PDF で、公開されてます。割と何が人気あるかここを見ると分かるんですけれども、これが人気あるようですね。それは何でしょうかと思ってこう開いてみるとですね、C シェルスクリプトを使った一括処理が一番人気あるんですけど、これが一番多分ググってくるのが一番多いでしょうね。まあ、こういうふうな、まあテキストも提供していただいて作られたのがこう利用可能です。なので今日の内容で物足りない方はここを見てちょっと勉強してみてください。中野バイオ大はこれで2年生、3年生、4年生で、やられていることです。4年生かな、まあ、そういうテキストもここから見えますし、今日は実はあったんですけれども、東京大学の森下健っていう、なんか最近有名らしいんですけど、ここので、アンサンブルのミラーを作るぞというデータベース、講習者、データベースでアンサンブルのミラーを作ろうという、これが先ほど長浜で作られている持続可能型貢献、社会の貢献データベースのこちらからもリンクさせていただいているし、宇都宮城西大学の方で作られているやはり教育プログラムの、ウェブページも、ウィキですけれども、まあ、こういうふうにやっぱり同じようにここから全部、リンクさせていただいてます。ですので、まあ、こういうところを見られるといいかなと。我々のところで、実はその出す
サービスですね、ディストリビューティッドアノテーションシステムといってですね、ゲノムの座標に基づいたアノテーションをこう公開するぞといって、我々のところでも実はその出すサーバーを立ててってですね、ここなんですけど、やってます。でそれの使い方はもう私がここで下手な説明するよりここにあるんで何回も言いますから、これ東部テレビ見ていただければいいんですが、じゃどんなリソースがあるかということだけちょっと見ていただくために、ちょっとアンサンブルやってみます。人、まあ後でやってみてください。アンサンブルのまあ人を見てですね、まあ、このさ今からやるのは皆さんと一緒にやらないですけど、全部テレビに書いてますね、さっきほど皆さんそこで見てください。要するにどういうリソースがあるかっていうのを見るために、ちょっとアンサンブルで出すを出しそうな出すことをちょっとやりつつ見せます。でここでよいしょよいしょ、マネージリソース、ちょっとこの辺はどうやらマニアックらしいんであまり分かんなくてもいいですけど、このデータソースっていうところで、まあこれ DAS でデータを交換するのは、まあアンサンブルの中はみんな DAS で交換してるので、それ以外に我々のやつを足すぞっていうのができてですね、ないですねって言わないと出てこないな。エンターさ、で先ほどの、DBCS の DAS を、まあ、これちょっとおまけですけど、マニアックにしても ESN リスト、ここまでが欲しいだけです。本当はね、このここでやってるリスト、サービスこんなんありますよっていうのをスタティックにウェブページで作ればいいんですけど、ちょっとまだやってなくてですね、まあ、これは僕のちょっと趣味なんですけど、置いておいて、ネットでやったヘリケンの CDN のデータの、ゲノム、もうすぐこれ新しくなっちゃいますが、ヒューマンの NCBA36 のデータに対するマッピング結果と、あとボディマップでやられたヒューマンの結果、あとエッジインテーショナルの CDN セットの、やっぱり、ヒューマン36に対する、データゲノムマッピングの結果が、出せます。でそれ以外にマウスのやっぱ NCY36 のゲノムに対する、ファントムでやった理研のファントムプロジェクトでやったCDNA の結果ですね、 CDNA 配列の全てに対するその、マッピングの結果っていうのがここにあります。なんでこんな風にしてるかっていうと、ちょっとここをけなすのはちょっといけないかもしれませんが、私自身これファントムの CDN 計画なんでやってたんですけど、これやったの5年前です。5年前ってことは、当然マウスのゲノム配列がそれからどん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 こう更新してるんですよね。マウスって2002年に出た、ゲノムがなんで、それまでにもう最新、出てから6年経つんですけど、その出てから1年後と今6年後じゃえらい違うんで、それがまあ論文が出たら多分、こういうところって維持しない、ゲノムのマッピングなんか当然維持してないんで、サーバーは多分にされてるんですけど、それが最新のゲノムがどこにある、CDN が行くかっていうのは全然ないんですね。だから多分そういうのをこう維持していく期間が必要だということで、ここのセンターの存在の一つだと思うんですけれども、そういうものをここで維持していきたいということで、私がちょっとパイロット的にやっててですね、まあ、それに関しては、まあ、これはマウスだから今人を僕に足そうとしてるんでやってないできませんけど、ここのネドとかボディマップとかエッジインビテーションとかいうのをチェックして、足すとですね、さっきのアンサンブルのゲノムブラウザーに足せるってとこまでやって今日は終わりにしようと。で、ね、あとはもう一緒 NEXT NEXT 今やってるこれ、先ほど来何回も繰り返し繰り返し言ってて、もう耳にタコできたと思いますけども、統合テレビから見えます、統合テレビあります。で今やらなくても後でやってください。ここで着きました、着いたらクローズしてください。そうするとこの今見てるゲノムの領域ありますね。このゲノムの領域に対して、先ほど来のネドとエッジインブとボディマップの CDNA というか EST があれば貼り付きます。でこんな風に、エッジインブのデータがあれば、ここにエッジインブの HT ナンバーがつきましたよ、出るんですね。もうこれそればっかりになっちゃいましたけど、あとネドでやったやつとかいうのもこういう風に貼り付いて、実際には実際にはというか、まあ、アンサンブルで言ってるトランスクリプトはこういうところですけど、なんかすごいオルタナティブスプライシングにちゃうところにマッピングされたのもいっぱいあるというのが、まあ、分かるわけです。でとりあえずエッジインブに対してはまだ向こうのデータベースさんが、ウィキに来てらっしゃるようなので、これをクリックすると、こういう、
出ます、こういうサブウィンドウ出まして、ここで出すリンクっていうのをクリックすると、向こうのサイトが生きていれば生きてるのかな、ちょっとやめちゃった、あ、まだいるようです、こういうふうに向こうのサイトにつながるようになってます。はい、まあ、こういうのも、一応センターでマッピングのやつを大きいプロジェクトでしか今やってないんですけれども、全てっていうか、まあ、日本から出たプロジェクトであんまりそういうゲノムマッピング維持したくないっていう人向けにマッピングしていけたらなと思ってて、まあ、そういうマッピングをこう維持していくっていう風な、なんか仕事をやってみたいっていう人がいたら、あとは僕に話しかけてください。今探してます、そういう人。というわけで今日は、まあ、どの準備がよろしいのか、ぜひご会に行って続きで話をしていただければと思います。今日は長い間お疲れ様でした。